はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、寒い日が続いております。寒いと感じる日が続いております。もうね、4月ですので、全国的にはこの晴れ間が続くとね、暖かい日がありましたので、本来ならばね、寒くないんですけども、僕は寒いです。天気予報でもね、来週あたりからそのゴールデンウィーク超えるぐらいまでずっとね、もう暖かい日になりますよって言ってますけども、僕は寒いんですよ。まあ皆さんの中でもね、寒い寒いっておっしゃってる方もね、中にはいてると思いますけども、これはですね、きっとね、筋肉量の低下にね、原因がありますと思ってます。僕の体はね、そう思ってるんですけども、ということでですね、また自分なりにね、ちょっと調べてみました。だからちょっとね、最後までまた聞いてください。お願いします。一般的にですね、運動不足、筋肉量、体脂肪、栄養不足などのが寒がりの原因とされています。まあ今の僕にはね、これらがね、すべて当てはまってしまってます。きっと皆様の中でも、どれかは当てはまってる方がいてるはるんちゃうかなと思います。で、筋肉量の多い人っていうのはですね、寒さを感じにくいと言われてます。筋肉が代謝によってですね、熱を発するのでですね、筋肉量が多いと、その分代謝の量が多くなるので、体温を保てるからという理由だそうです。皮下脂肪の多い人も寒さを感じにくいこともあるようです。皮下脂肪は熱伝導率が高くないためにですね、体内の熱を体内に留める働きがあります。で、そのため皮下脂肪が多い人は寒さを感じにくい傾向にあると言えるでしょう。ただしですね、その寒い暑いを感じる皮下組織までですね、熱がね、到達せずにね、寒がれない人もね、多いようです。これらをまとめると、筋肉質で皮下脂肪もついている人は寒さを感じにくいということがわかります。まあ今の僕にはね、どちらも当てはまりません。冷えを感じにくくするにはですね、熱を生み出すためのエネルギーが必要です。そのためエネルギー源となるね、食事、体温調節に必要な血流が重要なポイントとなってきます。まあ、例えばね、無理なダイエットをして、まあ耳が痛いですけどもね、その無理なダイエットをしてね、食事をね、極端にね、制限してしまうとですね、健康的な若い女性であっても冷えを感じやすくなります。冷えを感じないためにはですね、しっかりとした食事が重要なのです。で、この他に冷たい飲み物を避けて、それはなるべく加熱したものを食べるなど、なるべく温かいものを食べるという工夫も重要です。野菜はね、僕はね、今までの人生の中でね、最近がね、一番食べてるはずなんですけどもね、おかしいなぁ。また冷え対策にはですね、ストレッチなどの運動も重要です。毎日継続すると自然と血流が良くなってきます。血の巡りを良くするには全身の筋肉を動かす必要があります。しかし運動不足なので筋肉の動きが足りないとですね、血が全身を巡ってくれません。適度な運動を行うと血の巡りが良くなるので、体が冷えにくくなるのです。さらに筋肉には体を温める効果もあるので、先ほども言いましたからね、体を温める効果もありますので、筋肉をつけると冷え改善に役立つでしょう。全身の筋肉の 60% から 70% がですね、足に集中していると言われています。まあ、特に太ももですよね。太ももなんか皆さん太いじゃないですか。ね、膝下のふくらはぎよりもね、太ももの方が細いなんていう人はね、あんまりいないと思うんでね。で、足のストレッチ、スクワットなどの運動を日常の中に取り入れてみましょう。ということをね、踏まえてね、僕は入院中からね、毎日ストレッチ体操をやってます。立位体前屈ってあるじゃないですか、立ってするやつね。あとは開脚前屈、足をベターってこう座って開いてベターってこう、前に倒れるやつね。それやってたんですけども、開脚前屈をね、やりすぎてね、この太もものね、裏がね、ちぎれそうになるぐらい痛くなったことがあるので、最近ではね、開脚の開く角度はね、ちょっとほどほどにしてます。そんな調子でもね、頑張ってね、体操してるんですけどもね、体が冷えてね、不調が現れます。その鍵を握るのは自律神経のようです。ね、また難しい言葉が出てきましたね。自律神経は体の動きを調整する機能があり、意識してなくても呼吸、心臓の働き、体温調節など、ありとあらゆる調整を行ってくれています。活動神経の交感神経とリラックス神経と副交感神経があり、それぞれが互いに繊細にバランスを取りながら調整を行っているのです。
ところが疲労、睡眠不足、ストレスなどで自律神経のバランスは簡単に乱れてしまうのです。自律神経が乱れてしまうと体温調節機能が正常に働かず、手足の血流量が抑制されてしまいます。その結果起こるのが冷え症です。そしてそんな冷えを予防改善するにはですね、お風呂でしっかり温まるのも効果的です。まあね、しかしね、今ね、お風呂で温まるのが英雄なんですけどもね、まあ僕はまだ血液検査によって免疫力の結果が出てないので、その浴槽にね入ることができません。もともとシャワー派でしたけど、体重を減らす努力をし始めてからね、まあ心のどこがね、お風呂に浸かって温まりたいなーっていう思うようになりましたね。そこで僕はね、あるものをねちょっとうっかりしててね、忘れていました。それはね、以前の動画でね、高野豆腐パウダーっていうのをね紹介したことがあるんですけども、まあ、あれはね、材料の中にですね、本来ならばね、唐辛子を入れるんですよ。高野豆腐の戻してないね、水で戻してない高野豆腐あるでしょ、あれと本だしとかっていうのを入れて、で唐辛子も入れるんですけども、で唐辛子はね、刺激が強すぎるんでね、まあ、というか口の中が痛いので、僕は自分なりにちょっとアレンジして唐辛子を生姜に変えて作ってました。でね、その高野豆腐パウダーのように生姜をね、毎日のね流動食にね入れればですね、流動食っていうのは野菜スムージーね、野菜スムージー、まあ、流動食なんですけども、それに入れれば体がねポカポカになるかもしれません。だから今はその野菜スムージーの中の野菜をたくさん入れてるでしょ。で炭水化物取らなあかんからお米も入れてるでしょ。炊いたご飯ね。ほんでタンパク質のお肉でしょ、鶏肉でしょ、でごま、きな粉で、さらにここに先ほども言いました生姜パウダーを入れるというのでね、こういうのをするとね、ひょっとしたら僕ね、体がまたポカポカしてくるかもしれませんね。まあ単純にね、筋肉をつけたらええだけの話なんですけどもね、まあ、筋トレをしたらね、すぐにね、いろんなところが痛くなってね、それが長引いてね、もう次したくないわってなってしまうんでね、ね、これはこの前の動画でも、この前でも結構前なんですけど、動画で話したこともあるんですけどもね、その腕立て伏せをしてね、その背筋が痛くなった、後背筋ってあるんですけど、背中にね、そこがめっちゃ痛くなったから、もう最近もやってないですし、先ほども言いましたように、その開脚前屈をすると、そのね、太ももの裏側がちぎれそうになった。で、それもちょっとね、やってない。まあ、やってますけど、そのね、足をね、あんま広げないようにやってるのも、それもね、痛いのが長引くからっていう理由なんですよ。でもまあ、今できることは食べ物なんで、まず食べ物で体を改善していきます。以前にも言いましたけどね、バランスよく食べると体が改善されて、寒さに強くなれるはずなので、ごま、きな粉、生姜でね、しばらくはね、戦っていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。